先日富士急ハイランドにて3日間行われたライブ欅共和国。今回はそんな欅共和国の裏側での様子をメンバーのレポートなども交えて大公開。評判の高い人気店が潜んでいます。第12位鉄板焼きパチパチ。本場大阪のお好み焼きを東京でもをコンセプトに2007年にオープン。お好み焼きサンドです。楽屋見舞いで人気の品。もう糖質など気にしていられません。これはもうおまっとうさんでしたですね。おまっとうさんでしたですね。ちょっと拝借させていただきましたけども、ね、同じテレ東だからよしとしましょう。すいません、アドマジさん、ありがとうございます。これすごい美味しいお好み焼きサンドというお好み焼きのサンドイッチがあって、途中のミレーの佐々木ミレーの顔もあれ平手それを置いとくから、でそこの前に定点でカメラずっと置いとくから、これをもらうときに何か一言残して、一言一発ギャグでも何でもいいよ。わかりましたね。はい。何か一言残して。茶のしずくロールケーキでございます。すごい。あ、うまい。物欲もあんまりなくて。うん、食欲はある、ね、これバコンうちはね、あと池崎のジャスティスうちは、一応僕のもあるんでね、ジャスティスうちはに気づいたらジャスティスをやってください。ジャスティスやってくれるんですか。嬉しい。ジャスティスやってくれるんですか。嬉しい。今泉ジャスティス、ジャスティス、大喜利だと捉えていいですか。大喜利、大喜利ですね。大喜利ですね。大喜利ですね。もうね、大喜利何回もバカだよ。全部知ってるし知ってる。でもう本番ですね、みんな頑張って応援してるよ。はい、お疲れさま。澤部からの差し入れの前に置いたカメラの様子を見てみましょう。まずカメラの前にやってきたのは尾関理香。差し入れいただきました。はい、ひょっこりイエーイて続いてはメンバー数人が差し入れに接近、何やら作戦会議をしています。なんて言うの。澤部さんの肘からお茶が、うん、
肘からお茶出る人やります。あーすいません、遠くからわざわざ来ていただいてすいません、ありがとうございます。ソチャですがすいません。飲んでください、よろしくお願いします。お久しぶりです、お久しぶりです。お茶飲みます。この人たち、イエーイ、イエーイ、理科の怪獣風の歩き方。お尻フリフリダンスで、どうも最強無敵ドッピング芸人サシャイン、イッチボコースザーキン、イエーイ今泉今泉全然全力もう糖質など気にしていられません。ありがとうございます。シュドーさあ始まりました、ひらがな推し MC のオードリーです。シュドーいてやってきたのはヨネさんと佐藤、何をやるか悩んでいるようです。すると小田が、尾関の回答こちら、妖怪泥棒。泥棒って何ですか、衝撃なんですけど。なんか置いてあるんですよ、自由にどうぞって、うん、なんか私が一回席を立って戻ってきたらめちゃくちゃ大量に減ってる時があって、そしたら小田のカバンがめちゃパンパンなんですよ。やつやばいよ。小田がケータリングのお菓子を盗んだところで長澤くんが動き出す。すると小田が、ちょっと待って、ないですよ、あいつやりやがった。いや大丈夫、録画してるから。ああいう子なんですよ、だって爽やか澤部、俺だよ。あ、みんないなくなっちゃった。爽やか澤部、ありがとうございます。ありがとうございます。今のも面白くない。続いてやってきたのはヨネさんと佐藤、何をやるか悩んでいるようです。すると小田が、妖怪泥棒。あいつやりやがった。いや大丈夫、録画してるから。ああいう子なんですよ、だって。録画してるから。ああいう子なんですよ、だって。爽やか澤部、ありがとうございます。ありがとうございます。妖怪泥棒。ありがとうございます。最後にバコンってやっとき、シュドーン。あ近い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 。え、ラスミじゃん。なんかやった。ラスミやん。え、これちゃんとしてる。ねえ、どけ。せーの。ジャスティス。そして最後にやってきたのは、いただきマナフィー。ありがとうございマナフィー。さあ、じゃあ続いていきましょうか、はいはい、続いての質問こちら。
澤部さんにあだ名をつけるなら、え、これってマイノリティとかあります、はい、マイノリティとかなんか、うん、あるんですかね、私も分かりませんけども、マイノリティとかあります、シダ、うん、シダのつけそうだな、シダは。回答こちら、ボーボーで丸、丸が必要なんです、丸つけないとダメ、そう、ボーみたいな、はい、ボー、ケアカケアカメ、普通なんだ、それはボーからもらった、ボーから、あ、カメさんからもらった、おいしいですか、おいしいです、おいしいですか、あ、かき氷、ぶっちゃけ何杯目ですか、ここに、この、ここ来てから、ね、30ぐらいだ本当にもうね、3分に1回ぐらいと長澤君が器を持ちましたよ、出ました、カッコミ体制ですね、スイッチを入れてきたか、ホットインキー、本当に書き込み出しました、菅井優香です、森谷茜です、ここから、分かってごめん、ここが嫌だから、菅井優香です、森谷茜です、ここからは私たちがリポートします、イエーイ、はい、こんにちは、はい、みんなこんにちは、よろしく、イエーイ、どうも、本当にね、なんだろう、急にそこ来ていろんなもん持たされた感あるけどね、あの、なんか澤部さん来てね、差し入れあったっていうけど、あの、今日僕の方からも、なんか澤部の時はあの楽屋にね、あのカメラが置いてあるからコメントしてなんて言ってたけれども、結構撮れ高良かったみたいなんで、今回は普通に食べてください、ありがとうございます、で最後にね言っとくけど、ちゃんと日焼け止め塗った女子は日焼け、ね、禁止だから、飲むやつも、じゃ飲んだ、飲んだ、オッケー、じゃあ行こう、じゃあライブ始めよう、この番組はソニーミュージックとライブにも持ってこいの曲ですしね、これはいい、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました、帰ります、こないしょうだよ、こないしょうだよ、はい、よっこりは、おいしいですか、おいしいですか、うさ、おいしいですか、いいな、おいしいね、ちょうだい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 、関節キスとか嫌なんです、ちょうだい、苦手なんだ、ないよ、長いよ、そうだね、バイバイ、行っちゃった、あー、あったね、二人でね、疲れたね、疲れたね、あらら、え、でもお腹空いちゃったね、お腹空いたね、どうしようか、最近やってない、あら、やっとこ、久々に、あ、赤ちゃんさん、なにとやりたい、なになに、えへへへへ、どうだった今日は、今日は楽しかったね、楽しかったよね、今日はね、楽しかったよ、パン持ってよ、なんかパン持ってよ、ねえちゃんの好きなパン、パン、ここ定位置ですね、ここ手は定位置に置きながらも、もう叫んじゃね、ちゃんとやれよ、ちゃんとはい、ダメだよ、全然ダメだって、できるよ、やろうと思えば、やって、小田奈々さんです、ありがとう、ライブ動画どうでしたか、暑かったね、この番組全員中卒だもんね思いっきり楽しめるお祭りみたいなライブが私も進んできて、去年とは違う世界観とかも表現できて、なんかいろいろ盛りだくさんのライブができたなって思います、やっぱ楽しいね、うるせえですね、みんなうるせえと思ってるんだよ、なるほど、バイバイ、バイバ